チョンブリーフットボールクラブは、タイ中部、チョンブリー県の県と、チョンブリーをホームタウンとする、タイプロサッカーリーグに加盟する、プロサッカークラブ。2005年にプロフェッショナルリーグを制し、翌年から同リーグと合併した、タイプレミアリーグへ参加した。2007年度のタイプレミアリーグを制し、2008年度の AFC チャンピオンズリーグに出場した。ACL では、 日本のガンバ大阪や韓国の全南ドラゴンズと引き分け、オーストラリアのメルボルンビクトリー FC に勝利するなど、旋風を巻き起こしたが、終盤失速し、結局グループリーグ4位に終わった。2007年11月にプレミアリーグ、マンチェスターシティと契約して、話題となった第の3選手のうち、2人がこのクラブ出身。また2008年に、 JFL のガイナーレトットリに期限付き移籍したアドゥル・ラッソも在籍している。選手及び指導者として長く日本で過ごした経験のあるビタやラオハクルが2011年から2013年まで監督を2014年からはテクニカルディレクターを務めており日本人の選手やスタッフを加入させてクラブの日本化に強い影響を与えた。2012年5月に 日本のウィッセル神戸と業務提携を結んだが、その神戸から和田正弘を監督に招聘して、2014年は、ブリーラムユナイテッド FC とリーグ優勝を争った、末に2位に入り、AFC チャンピオンズリーグ2015、プレイオフ出場権を獲得した。2015年2月17日のプレイオフラウンドでは、本戦出場をかけて、日本の柏レイソルと、アウェーで戦ったが2から3で敗れ、 2008年以来の本戦出場は叶わなかった。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。GKDFMFFW ホームスタジアムは以前はチョンブリー体育研究所競技場を利用していたが、2010年よりチョンブリースタジアムを使用している。ありがとうございます。